会の皆様、今日は婚活パーティーにお集まりいただきましてありがとうございます。私が皆様の仲人、吉澤明穂です。本日はいただいた皆様のデータをもとにグループメイキングをさせていただいた皆様にお集まりいただいています。高い確率で趣味や価値観でお話が合うと思います。また後日気に入った方がいらっしゃいましたらスタッフの方にお声かけください。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。一番の佐藤さん、はい、アウトドアに興味があるらしいですよ。アウトドア、勇気を出してお声かけしてみたら。大丈夫です。今日の竹下様、とっても素敵ですから。本当ですか？はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、頑張ってください。どうされました？もうすぐ40歳だというのに情けない話なんですが、女の人とまともに話そうと思うと緊張してしまって体が震えてきちゃうんですよ。普段仕事の時はこんなことないんですけど。大丈夫ですよ。他の会員様も最初はそうだとよくお話を聞きますよ。勇気を出して会話をしているうちに緊張も打ち解けていくはずですから、大丈夫です。はあ、いいですか？ほら、あの6番の女性素敵じゃないですか。今お一人ですよ。チャンスです。勇気を出して話しかけてみたら。いや、ほら頑張って。はい。すいません、ちょっとお話ししてこういうパーティーよく来ない。お待たせしました。吉澤さん、僕今日これで帰ります。え？お腹痛くなっちゃって。あ、大丈夫ですか？青木さん、では明日お話を聞かせてください。会社にいますから。たまにはお酒でも一緒に飲みませんか？上のバーで待ってますから。はい。くるみさん、お待たせしました。吉澤さん。本当ですか？そんなに立派なんですか？吉澤さんは笑ってるけど、僕にとっては大きな悩みなんです。くるみさん、明穂って呼んでくださいって言いましたよね。それにデカチン上等じゃないですか。吉澤さん、すいません、明穂そんな大きな声で言わなくても。デカチンいいじゃないですか。そんなに立派なものをお持ちなんだったら、もう少し堂々としてらっしゃったらいいんですよ。みんなそんなこと言って、いざって時には引くんですよ。引くかどうかは、私で試してみます？え？冗談ですよね。くるみさん、
私はいつだって本気ですから。さあ行きましょう。あ、いや、くるみさん早く。はい。それからしばらくしてくるみさんは女性の会員様とお話ができるようになり、順調みたいです。頑張れくるみさん。もう貞松さん、また遅れるなんて信じられないですよ。はい、ではお待ちしてます。遅刻してすいませんって、今連絡ありましたから、もう少しお待ちくださいね。貞松さんも乗り気でしたから頑張ってください。ありがとうございます。もっともっと頑張らなきゃ。みんなのキューピッドになれるように。みんな、会員の皆様、今日は婚活パーティーにお集まりいただきましてありがとうございます。私が皆様の仲人、吉澤明夫です。本日はいただいた皆様のデータをもとにグループネイキングさせていただいた皆様にお集まりいただいています。高い確率で趣味や価値観でお話が合うと思います。あ、また後日気に入った方がいらっしゃいましたらスタッフの方にお声掛けください。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。勇気を出してお声掛けしてみたら。大丈夫です。今日の竹下様とっても素敵ですから。本当ですか？はい、ちょっと行ってきます。はい、頑張ってください。どうされました？もうすぐ40歳だというのに情けない話なんですが、女の人とまともに話そうと思うと緊張してしまって体が震えてきちゃうんですよ。普段仕事の時はこんなことないんですけど。大丈夫ですよ。他の会員様も最初はそうだとよくお話を聞きますよ。勇気を出して会話をしているうちに緊張も打ち解けていくはずですから、大丈夫です。はあ、いいですか？ほら、あの6番の女性素敵じゃないですか。今お一人ですよ。チャンスです。勇気を出して話しかけてみたら。いや、ほら頑張って。はい。すいません、ちょっとお話しして。はい、こういうパーティーよく来る。うん、また。